そして英語では英文を和訳する問題模範解答は2答授業終わるベルが鳴ったら不意に君を目隠ししてそうです正解これはこの文を読んでこれが分かったの単語を一つずつ見てたらあれ授業終わってベル鳴って、うん、あ来たんじゃねって思って来たんじゃねとこの AKB としては絶対に間違えられない問題に高橋はこちらです帰るとき頭が長くなったそしてクラスは終わった君も一緒に頭を長くしよう怖いよ怖いよ頭が長くなったアフターで帰るじゃないですか、うん、でヘッドがあって頭じゃないですかアフターで帰るのヘッドはどこに歯の、ね、歯のそれがヘッドだと思ったこれをヘッドの頭だと思ったでロングがあるじゃないですかこの後にこれなるなるって言うんですかなるなるこれをロングだと思ったのねどれぐらいの長さですか結構ぬらりひょん的です ぬらりひょん的